皆さんこんにちは、おかはちリノベーションです。築38年中古住宅のセルフリノベーション、今回は根田組から床断熱、床張りまでを一気にやっていきます。まずは根田組から。根田は再利用するものもあるので、それに合わせて 45mm の角材を使用します。解体時に割れたりしたものもあるので、不足分を新たに購入して配置していきます。それから大引きの傾きも少しあるみたいなので、それもついでに修正します。根田を大体の場所に配置できたら、レーザー水平器でレベルを出します。水平器自体の水平をしっかり出してから始めていきます。スコヤで高さを測って根田に高さをメモします。根田と大引きが交差するポイントを全部測ります。結果はですね、一番高いところで 21mm、 一番低いところで 33mm、 高低差が 12mm 程度ありました。一番高い 21mm を基準として、低いところをこれに合わせていきます。高さ調整をするスペーサーは、このために解体後残しておいた和室の天井材を利用します。この合板は厚みがだいたい 2.5 ミリ程度あります。高低差が13ミリだったので、低いところは5枚ほど重ねればだいたい合う計算です。根田は 250mm 間隔で配置していきます。これはですね、根田の上に貼るサブロック板が 1820×910mm なので、隣り合う合板の端が半分ずつ根田に乗るようにするためです。 65mm 角の根田を使う場合は、もう少し間隔が狭くなりますね。この作業はですね、結構大変だったんですが、間隔はある程度精度が出ていないと、断熱材を入れるときに入らなかったりブカブカになったりして、修正がね、結構大変になるので、しっかり合わせておくことが大事です。これから合板のこの部分がふわふわしないように、根田と面を合わせてフリッチを入れていきます。根田の固定が終わったら、次は断熱材を入れていきます。断熱材はですね、スタイルフォームを使います。根田が 45mm 角なので、厚さは 45mm までなら使用することができるんですが、今回は 30mm を使います。これは丸ノコでカットしていくんですが、以前ですね、木工用の刃で切ったら大量の切りくずが待って大変なことになりました。数も多いので、今回は断熱材用の刃物を用意しました。根田がですね、 250mm ピッチなので、 260mm でカットしていきます。隙間が空くと、そこから空気が循環してしまって、断熱効果が弱くなってしまいます。多少大きい方がギュッと押し込めるので、ちょっと大きめにカットするとちょうど良かったです。カットした断熱材を根田の間にはめ込んでいくんですが、根田の間にそのままはめ込むと断熱材が落ちてしまう可能性があるので、 WZ ピンという受け金具を取り付けていきます。
奥に見えている緑色の断熱材は実はですね、和室の畳を解体して取り出した断熱材を再利用しています。これ思いつきでやってみたんですが、縫い付けの穴が結構たくさん開いてて、これをコーキングで防いでいく作業が結構大変でした。こちらの地域だと畳は処分に1枚1500円程度かかることもあって、まあ、手間はかかったんですけど、コスト的にも地球環境的にも良かったと思います。断熱材が入ったら防水テープで根だと断熱材の隙間に封をしていきます。前面に貼るとかなりコストが上がってしまうので、はめ込みが少し緩かったところだけ貼っていきました。次は厚さ 12mm の針葉樹合板を貼っていきます。普通はこの合板が下地で、その上にフローリング材などで仕上げるんですが、まあ、今回はこの針葉樹合板を仕上げ材にします。表面が結構粗いので、あらかじめある程度表面を仕上げておきます。針葉樹合板は印字がしてある面が表で、裏面よりは粗くないので、こちらの面を電動カンナで少しだけ削ります。貼り方はですね、千鳥貼りといって、隣の列を半分ずらして貼っていきます。こうすることで板もずれなく施工できて、床の剛性も上がるそうです。隙間なく並べて細ビスで留めていきます。はい、床張りが完了しました。もともと1階はですね、リビングダイニングと和室の2部屋に分かれていたんですが、一続きの広い空間になりました。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではセルフリノベーションの様子や DIY のハウトゥー動画、デザインアイデアなどをアップしています。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回はですね、階段のリノベーションを完成までやっていきたいと思います。ぜひご覧ください。